皆さん、こんにちは。今回は日本テレビ石田さんちの大家族の七男としてブレイクしており、1歳の時からテレビ番組出演を果たす石田俊二さんについてご紹介していきます。1997年から日本テレビ系列で放送されている石田さんちの大家族シリーズに1歳の頃から登場していたのが七男の石田俊二さんでした。芸能事務所に所属していない一般人の扱いなのですが、石田さんちの大家族に出演していた影響で注目を集めています。その中で七男発達障害、父親と母親と長女死去、お父さんが首と噂されているようなので調べてみることにしました。まず発達障害だと噂されている理由の一つとしては、反抗期の態度がひどかったからだと言われています。石田俊二さんが中学生くらいになると反抗期真っ只中の時期だったこともあり、テレビカメラが入った中でもでかい態度を取られていたようで、番組の演出上の台本と噂されるほどひどい態度を貫いていた石田俊二さんへの心象がかなり悪くなり、発達障害だから気持ちが制御できないと揶揄されることもあったそうです。理由の二つ目としては、両親が七男の世話に手を焼いていたからと言われていて、自宅の中だけでなく学校生活でもやんちゃな振る舞いをしていた石田俊二さんは、トラブルを起こした場所に両親がわざわざ出向き土下座で謝罪をする場面もあったそうなので、七男の世話に手を焼くような発達障害だったのではと疑う人も少なくなかったそうです。三つ目の理由としては、母親に罵詈雑言を浴びせたからだそうで、石田俊二さんというと石田さんちの大家族の中でも破天荒なキャラで知られていましたが、ひどい時には母親に対して早く金くれよなど罵詈雑言を浴びせたこともあったようです。テレビカメラで撮影しているにもかかわらず、自分の気持ちを抑えきれない印象が強かった、そんな石田俊二さんなので、発達障害だという疑惑が出ても仕方ないかと思います。ただ石田俊二さんは無事に嫁と結婚していることが分かっていて、発達障害の噂は立ち消えになっています。2020年11月に放送された石田さんちの大家族にて、両親に迷惑ばかりかけていた七男石田俊二さんは嫁舞さんを引き連れる形で実家を訪れ、結婚報告する様子がオンエアされていました。石田俊二さんと嫁舞さんの馴れ初めは知り合いの紹介のようですが、嫁舞さんは元アパレル店員ということが分かっています。そんな嫁舞さんはインスタアカウントを持っており、自分の顔画像を公開しているのですが、可愛くないという噂が出るのが不思議なくらいの超絶美女でした。この誰もが羨むような顔面偏差値マックスのカップルとしても知られている石田俊二さんと嫁舞さんの間に子供は何人いるのか調べてみたところ、2021年7月10日に長女のえなちゃんが誕生し、2023年9月に生まれたばかりの次女の存在も確認されているので、石田俊二さんと嫁舞さんの子供は2人ということが判明しました。美男美女夫婦なので、その2人から生まれた子供たちも美男美女になる可能性が高そうですね。そして発達障害と噂されながらも美人な奥さんを持ち、子供も2人いて順調に人生を歩んでいる石田俊二さんは、 SNS で父親と母親と長女が死亡したのではと話題になっているようですが、石田さんちのお父さんお母さんは健在で元気いっぱいなのですが、2002年にお母さんが大腸がんの診断を受け治療を行っていたのは事実で、今現在も定期的に病院へ通っているのはほぼ確実のようです。早期の手術を受けたお母さんは無事に助かり、がんの転移も確認されていない状況ですが、2017年放送回のタイトルが別居、介護、相続、就活宣言で大騒ぎとなっていたことが死亡の噂が拡散される理由でした。テレビ局側が番組を盛り上げるために大げさなタイトルをつけただけなのですが、石田さんちの行く末を見守る視聴者にとっては一大事ですし、死亡、他界したという噂が出てしまっても仕方ない気もしますよね。
また校長をクビになったと噂されている石田さんちのお父さんこと石田明さんの職歴を調べたところ、石田明さんは美容師、化粧品メーカーの営業本部長に昇格、定年後に東京ベイカレッジ校長就任、美容室のマネジメント顧問という職歴で、石田さんちのお父さんは若い頃から美容関係の仕事に従事されていたそうです。そんな石田さんちのお父さん、石田明さんの職業はダークグリーン美容室とパワーリングスタジオのマネジメント顧問のようで、かつては化粧品メーカーの日本ロレアルで活躍しており、営業本部長まで昇進していたことが分かっています。石田さんちの大家族でも軽妙なトークでおなじみのお父さんでしたから、営業トークはお手の物だったでしょうし、リズミカルな語り口でどんどん業績を伸ばした点が本部長昇進の要因でしょうね。そして日本ロレアルの定年直後は契約社員として会社に残っていたお父さんは、自分のやりたいことを追求するために美容学校東京ベイカレッジ校長に就任したもののクビになってしまったと話題になっているので、校長の座から引きずり落とされた理由を探っていきます。日本ロレアルで定年を終え契約社員として働いていた石田さんちのお父さんですけど、新たなやりがいを手に入れるためハローワーク求人に掲載されていた美容学校東京ベイカレッジの校長就任を決意します。しかし同じ美容業界とはいえ、化粧品を売る立場と美容師の卵を募集する立場とでは勝手が違ったようで、お父さん得意の営業トークは鳴りを潜め、生徒集めのノルマを達成できなかったことが決め手となり、任期1年ほどで校長をクビになってしまいました。東京ベイカレッジの顧問として残留しているお父さんですが、校長としての役目を果たせなかったことに責任を感じており、還暦を超えた状況で大きな挫折を味わうことになったようです。ただ東京ベイカレッジ校長を務めただけでなく、化粧品メーカー営業本部長まで成り上がった石田さんちのお父さんですから、給料や年収はとんでもない金額に到達しているはずなので、全盛期の年収がどの程度だったのかをリサーチしたところ、11人の大家族を養うべく石田さんちのお父さんは若い頃から仕事に邁進していて、日本ロレアル時代には年収2000万円に到達している可能性が高く、番組の出演料も1人当たり10万円のギャラを獲得していたことが判明しています。転職情報を提供しているタレントスクエアの公式サイトの推測によると、石田さんちのお父さんが勤めていた日本ロレアルは部長クラスだと年収2000万円以上が確実とされていました。お父さんは会社の要とも言うべき営業部で本部長を務めていたわけですから、日本ロレアル時代の年収は2000万円を超えていたのは間違いないでしょうね。そしてキュレーションメディアまとめいくによると、石田さんちの大家族に出演している家族は1人当たり10万円のギャラが支払われており、11人家族全員が10万円を受け取ったと仮定すれば、番組1回出演で110万円の給料が入ったことと同じ扱いになりますよね。本名と顔を出す形で民放テレビの地上波番組に出ているわけですから、多めのギャラが出るのは当然のことですし、石田さんちのお父さんは全盛期で2500万円前後の年収に手が届いていた可能性も十分にあります。そんな石田さんちのお父さんが日本ロレアルを辞めた後、長男高幸さんの大金を預けたと噂されているので、理由を探ることにしました。家をもう一軒購入できる程度の退職金をもらっていたという石田さんちのお父さんですが、金額は5000万円程度を予想されていて、大企業に勤めていることと両親に物が言えることが理由となり、長男に退職金の全額を預けているようです。また外資系の日本ロレアルは規約型の企業年金システムを採用しているため、役職が上であればあるほど退職金が高くなる傾向にあり、石田さんちのお父さんも番組内で家をもう一軒購入できそうと語っていたので、退職金の金額は5000万円に到達していると思われます。
2015年9月に鬼怒川が決壊した際、お父さんの家も多大な被害を受け、膨大な修繕費用が必要になったため、700万円程度の退職金を活用したことも明らかになっています。またお父さんの退職金は日立情報制御ソリューションズという大企業で働いている長男高幸さんに預けられていて、実家とは違う場所に住んでいることはもちろん、両親に物申すことができる強気な性格だったことが退職金を預けた理由だったことも分かりました。そしてその家族の長女直子さんは、死亡説が流れていた理由としては、石田さん家の大家族に出演しなくなったことが死亡説が流れる理由に挙げられています。実際に亡くなった証拠が見当たらないため、死亡説は嘘だと分かりました。そんな直子さんは現在埼玉県に引っ越したことが分かっていますが、結婚したかどうかはもちろん、子供の存在も不明となっています。また石田俊二さんは現在娘の名前を活用した YouTube チャンネルエナチャンネルを運営していて、登録者数が10万人を超えているとも言われています。いかがでしたか？今回は石田俊二さんの発達障害、父親、母親、長女の死亡説について紹介してきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。